はい、今私はどこにいるでしょう。なんとレコード屋の前。またかお前はって感じですけれども、もうレコード屋さんはね、今日はもう入りません。ここからちょっと違うところをご案内したいと思うんですけれども、まあ双方の中ですね。あ、そう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 、ちょっと忘れちゃった。はい、さくともチャンネルです。今ね、ともさんにね、忘れてるよって言われちゃったということで、ここからちょっとね、街の中の方で、ここね、あの目の前がウォーダーストリートっていうね、もう知る人ぞ知る通り。あれ、何これ、何これ、ジャパニーズテレコム知ってる？ここ結構マニアックなねもの多くて、まあジャズとかそういうのが中心だと思うんですけれども、ちょっとねちょっと後で調べよう。ジャパニーズテレコム。じゃあここからちょっと、あ、これさ、クロスタウンってドーナツ屋さんだよね。うーん、うん、ここのドーナツ美味しいって有名。うーん、うん、ドーナツ屋、あのビーガンドーナツとかもやってるお店。じゃあここからね、ちょっとウォーダーストリートのところをちょっと脇道に行ってみたいと思います。車がね、結構来るからね。ではではでは、ここからね、セントアンズコート、セントアンズコートに入っていきます。あら、なんかちょっと様変わりしちゃってんだけど、工事しちゃってるね。まあどこもかしこも本当にね、工事が多くて。ここよ、ここここともさん、ここさ、ブループラグあんのよ。はい、ほらほら、じゃじゃん、ボーイ、デビッド・ボーイがですね、ジギースターダストとのアルバムを、録音したスタジオがここにありました。はね、トライデントスタジオっていうスタジオだったんですけど、残念ながらね、トライデントスタジオ引っ越ししちゃったんですよね。で、ここではね、もう本当に有名人いっぱい録音しますよ。ビートルズでしょ、うん、クイーンでしょ、レッド・ゼッペリンでしょ、ボーイでしょ、あとはあれよ、エルトン・ジョンとか、もうね、さまざまな人がここでね、録音してるんですよ。なんでここで録音したかって言ったら、1970年代、待てよ、70年代、あの当時の録音技術って4トラックだったんですよね、うん、でここだけね8トラック導入したんですよ、うん、そうしたらみんなね、いろいろ重ね合わせたいっていうことで、ここにこぞってみんな録音しに来たんですよね、うん、でまあ最終的にビートルズなんかも、アビーロードにある、アビーロードスタジオが8トラックに変わったんで、あっち戻っていっちゃうんですけれども、うん、まあみんなここでこぞって録音しに来てましたよ、うん、そんなね、デビッド・ボーイのプラークのついているこの旧トライデントスタジオ、今もう引っ越しちゃったんですけど、残念ながらね、ここにありました、はい、ということで、ここから、あ、気になっちゃった、こっち行ってみようかな気になっちゃった、うん、この細い通り行ってみていい、はい、行ってみていいってね、これからどこに出るか分かってないですそう、まあ、ここまあオフィスの裏道ですよね夜になったら綺麗でしょうね、こういうね、うん、ランプが。ここはね、ザ・シップっていうパブなんですよ。で、あそこのトライデントスタジオで録音をしたアーティストなんかがよくね、ここで一杯飲んでたみたいですね、うん、録音の、合間を縫ったりとかして、ここのパブで飲んでたみたいです。で、さらにね、ここの中ね、ライブをしたりすることもあったんですよ、うん、今もやってんのかな、もうやってないのかな。だからここはちょっとね、ミュージシャンちに有名な、パブの横には、これエレンっていうのかな、確か。これ最近ね、お店増やしてるんですよね。
ケーキ屋さん。うーん、すごくないこれ。あ、ピンクだよね、やっぱさ。ピンクって何なんだろう。女性にとってこう、何こうテンションを上げる色なんですかね。すごい美味しそう。こんなおしゃれなお店もキャロットケーキやってんだね。うん、ね、おお、女の子たちが、男の人2人でもいますね、結構。食べたくなっちゃうね、甘いもの。え、なんでこっち見てるんですか。食べたいんですか。食べたくなっちゃったけど、ちょっとな、おじさんにはファンシーすぎるかな。ですね。うん、皆さんぜひ行ってみてください。かわいい。あ、ここから見るとほら、かわいい。入ってほしかったってコメントいただきそうですけど。でもほら、お店の雰囲気だけどなんかね、うん、いいですね。なんかでもさ、トモさん、今度ね、どっかでさ、はい、アフタヌーンティーしない？いいでしょ。いつか。ごちそうさまです。そういう話。アフタヌーンティーしたいね。みんなの思い出写真展、ラブアクチュアリーの撮影場所ということでね、写真を送っていただきました。ノッティングヒルにも素敵なミューズという通りがいっぱいありますね。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。そう、ここウォーダーストリート有名な通りでね、この辺も音楽の発信していった場所ですよね、うん、で以前はね、今もうなくなっちゃったんですけど、あのマーキーっていうライブハウスがあったんですよ、はい、うん、でそこはもう本当に有名人になるための登竜門というなる、ライブハウスがね、ここにあった。今ソーホーロフトってね、ちょっとね、お家みたいになってて、この上はね、でも何、エアビーアンドビーみたいに貸してもらえるお部屋になってるんですよ。ああ、そうなんだ。うん、でここが昔はね、すごい有名なライブハウスで、ここで演奏しなければ先へ進めないっていうぐらい。ただここで演奏するためにやっぱりこう大変なんですけれども、うん、演奏していくためには。でクイーンなんかは本当にね、ここでいつかやりたいって思ってたらしいんですよね。でここでライブをしないで有名人になれたのは唯一ビートルズだけと言われてるぐらい、誰もがここで演奏したと言われるね、マーキーっていう。で残念ながら今ね、もうなくなっちゃったんですけれども、このここからいろんなところに引っ越しをしたんですよ、マーキーも。でもどこもやっぱもうやっぱりね、そういう文化がどん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 変わっていっちゃったんで、引っ越ししてももう結局はなくなっちゃったんですけど、ここは有名なところで、ここにブループラークついてんのよ。キースムーンの、キースムーンドラマーですよね。ここにブループラークがついてる。なんかね、こういうのが消えてっちゃうの、うん、残念ですよね。あれ何、あれすごくない、ビリヤードのボール。なんだろう、あれスタジオかな、ギャラリーか。あ、違う、服飾系のお店。でもその横も気になるな、なんだろう、あれのお洋服屋さんなんだけどね。やったことある？やったことある？これありますよ、もちろん。ある、うん、ここもなんかさ、ウイスキーショップかな。うわ、すげえ、ウイスキーいっぱい。ビーム並んでるな、ビールもあるわ。まあお酒のお店ですね、うん、なかなかすごいです。ここジェームスとかね。なんだジェームスオレンジって、いろいろ出してるな。
はい、じゃあですね、この辺で私がお酒でぐでんぐでんになる前にこの辺で今日は終了したいと思います。ではでは、チャンネル登録、あとグッド評価の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあウイスキーこうやって片手にグビグビやりながら歩いていく。なんで残った？あ、俺ですかこれ。